最西端での防衛方針を決定しました。ミサイル防衛、電子戦部隊の配備が決定、尖閣へのミサイル部隊も配備されます。今回、尖閣、与那国島、石垣島へのミサイル防衛の最新情報を詳しく見ていきますね。遅い決断ですが、それだけ迫られているのです。岸防衛大臣には期待しています。虎視眈々と尖閣諸島を狙う中国を牽制すべく、防衛省は南西諸島の石垣島に新たに500から600人規模のミサイル部隊を2022年度末までの配備と、台湾に近い与那国島に電子戦部隊を2023年度末までに配備する方針であることが明らかになった。2021年7月末現在、南西諸島においては、鹿児島県の奄美大島、沖縄県の沖縄本島と宮古島の3島にミサイル部隊が配置されているが、石垣島への配備によって、さらに海洋進出を企てる中国海軍に対する南西諸島の防衛力を強化することになる。石垣島に常駐する部隊は、地対艦ミサイルと地対空ミサイルを運用する部隊と、基地の警備部隊で、駐屯地は、石垣島の市街地から離れた場所にある元ゴルフ場の跡地に退社、弾薬庫、訓練場などを設けるとして、それらにかかる経費を2022年度予算に盛り込むことになっているとされている。中国には1982年以降、南西諸島から台湾、南シナ海の九段線にかけてのラインを、第一列島線、日本本土、伊豆、小笠原諸島、マリアナ諸島からニューギニアに至るラインを第二列島線として、このライン以内におけるアメリカ軍の行動を制限する戦略目標としての協議がある。その戦略は、接近阻止、領域拒否名付けられ、アメリカらは、接近阻止を A2、領域拒否を ADE としてアンチアクセス、エリア、デニアル。A2ADE と呼ばれている。接近阻止とは、中国がアジア、西太平洋で行う軍事作戦へのアメリカ軍の軍事介入を阻止するための戦略で、中国本土などにある地上基地における航空機やミサイルなどの兵量を増強がそれにあたり、領域拒否とは、第二列島線内の領域内で、アメリカ軍が自由に行動することを阻害する作戦を展開するもので、近年増強が著しい海軍がその任務にあたる。この協議に従ってか、中国海軍では、沖縄本島と宮古島の間の宮古海峡において、空母、遼寧を含む艦隊を通過させるなど、第一列島線を越えて、太平洋に進出させる軍事行動が活発になっている。今回石垣島に配備されるのは、現在、陸上自衛隊が運用している、03式中距離地対空誘導弾と、12式一二丸式地対艦誘導弾、であると思われる。丸三式中距離地対空誘導弾を運用する部隊は、発射装置搭載車両、1両あたり6発、射撃用レーダー装置搭載車両、射撃用レーダー装置搭載車両、レーダー信号処理電源車、運搬装填装置搭載車両、1両あたり6発、で編成され、自走可能な機動力が高い部隊である。丸三式中距離地対空誘導弾は、全長約 4.9M、直径約 32cm、弾道重量約 73kg で、射程 50km とされていて、アメリカ軍との演習などでも高評価を得ているミサイルである。現在では、後継として、03式中距離地対空誘導弾改めの開発を終えており、石垣島には、この改良型が配備されると思われる。このミサイルは、2015年に、アメリカのホワイトサンズ実験場で実施された、巡航ミサイルを攻撃目標とした発射試験において、10発の目標に対して、
前段命中との成績を上げてアメリカ軍関係者を驚かせていて、目標の中には超音速で低高度を飛行するミサイルもあったという。一方、一二丸式地対艦誘導弾は全長約 5M、 直径約 35cm で、射程は約 200km とされていて、部隊編成は発射機搭載車両1両あたり6発搭載、弾薬運搬車1両あたり6発搭載のほか、捜索標定レーダー装置、中継装置、磁気統制装置、射撃管制装置をそれぞれトラックに搭載して、こちらも移動可能なシステムである。この地対艦ミサイルにおいては、現在長射程化及びステルス化に加えて、発射可能なプラットフォームを多様化すべく改良が加えられており、将来的には地上発射のみならず艦船や航空機による発射が可能となる。特に長距離化に関しては、現在の射程 200km から大きく伸びて最大 1000km になるとされているばかりか、最大 1500km まで延伸される予定となっており、アメリカの長距離ミサイルルラセムをも上回る日本版空母キラーとなる可能性がある。尖閣諸島防衛の意味だけでなく、中国の横暴ともいえる海洋進出に対しては、これらの地対空地対艦ミサイルを南西諸島の各島にハリネズミのように展開することで、かなりの抑止効果を得られると思われる。そしてこれらのミサイル配備と並んで南西諸島の防衛に貢献すると思われるのが、与那国島に配備される予定の電子戦部隊専門部隊である。この電子戦部隊専門部隊は、装置を搭載した車両群によって編成されていて、電子戦部隊統制装置と電子戦部隊装置、1型、2型、3型、4型 A、4型 B などが配備されている。この電子戦部隊専門部隊は、車載型のネットワーク電子戦部隊システム、ニュースを駆使して、平時においては、敵が発する各種の電波を傍受して、情報収集と分析を行い、有事においては、強力な妨害電波を発信して、敵の通信を妨害して、攻撃を防ぐ部隊である。この分野においては、ロシアや中国での研究開発が進んでおり、ロシアは、2014年のクリミア侵攻で、この電子戦部隊とサイバー攻撃を組み合わせ、ウクライナ軍を攪乱して、成果を上げているほか、中国においても、近年電子戦部隊専門部隊を発足させていて、能力の向上に努めているという。防衛省は、将来的に、この電磁波による電子戦部隊において、中国、ロシアに先進されていることを懸念、システム開発とその編成、配備を急いでおり、以前から配千歳していた北海道の東千歳駐屯地に加えて、2021年3月に、熊本県にある県軍駐屯地に80人体制で部隊を新設した。その他2021年度中には電子戦部隊部隊を統括管理する電子作戦部隊を東京の朝霞駐屯地に新設し、北海道ノルモイ、長崎県の愛の浦、鹿児島県の奄美、沖縄本島では那覇と知念に部隊を配備し、全国7拠点とすることを発表していて、石垣島への配備は、それに次ぐものである。ここに来て、防衛省では、従来の領土、領空、領海の防衛に、宇宙、サイバー、そして電磁波を加えて、多次元統合防衛力とする防衛戦略を打ち出して取り組みを始めたところであるが、この電子戦部隊分野においてアメリカ軍はロシアに比べるとかなり遅れをとっている。アメリカ陸軍はロシア陸軍に電子戦部隊では到底かなわないとして、最近になり急いで開発を進めている状況であるが、
実は、陸上自衛隊では、1950年代から電子戦部隊に着目しており、装備の開発や要員育成を続けていたため、電子戦部隊に限り、アメリカ陸軍と比べて圧倒的に優れているとされている。もし、中国が南西諸島に侵攻した場合、電子戦部隊で使用される電磁波は、レーダー波では、超短波、VHF やマイクロ波、SHF が中心となるが、これらの電磁波は、せいぜい数十キロしか届かない。そのため、九州南部から、奄美島、沖縄本島などの南西諸島に、電子戦部隊部隊を分散配置することで、中国海軍に対して、地の利を活かせる自衛隊が、有利に立ち、戦いを主導することが、可能になるとされているのである。近年活発な中国海軍の軍事活動を考えれば、防衛省は、南西諸島へのミサイル部隊や、電子戦部隊部隊の配備を急ぐべきであろう。